足を見分けるのに足が結構親指が内側に自分勝手にどんどん入ってくるわけで、立って立っちゃうと、もうねこうやってなっちゃうし、これ立つでしょ、うん、立ったらね本当にギュッと入っちゃう、あ、力を体重がかかっちゃうからね。じゃあ座って、じゃあまずは、タッチ検査っていうのは、タッチ検査で行く前に、スキャン&フォーカスですね、頭から下に向かってその状態を良くするポイントっていうのは、どこにあるかと、でそこをタッチするんですけど、タッチした時にどういう変化するかというのを見るわけですけども、空中に左、右、右、右の空中が1、2、3、4、5、6、7、8、9、9ですね。一緒に座って見せて、足前出して、あら、一瞬すごい、うわ、ほっとするわけです。それは足がこうなるからほっとするわけです。それと別に先にほっとするから足がそうなるわけ、そう、どっちもですね、どっちもですね。その状態で立って立ってます、うわ、すごい、じゃあそれでちょっと歩いて、かっこいいの、かっこいいの、すごい、すごい、次はずっといるな、全然違う、お顔が全然違う、顔が、顔が全然違う、全然違う、全然違う、じゃあ手離して、嬉しいですよ、まあ、気持ちが嬉しいですよね。嬉しいです。こういうふうにかなり刺激、まあ、タッチという動作ですけど、それをするだけで変化する、良くなるということっていうのは、いくらでもチャンスありますよね。ということですよ。どんなふうにしたって、これが変わらないというんだったら、これはきついですけど、良くなるということですからね。まあ、もういくらでもヒントがあるということですから。ホルモン系って言ってますよね。なんか。の消化部って言ってる、一番この手の一番トップですよね、消化部、だからこのど真ん中、長肩骨とこの真ん中のこの重なったところ、ちょうどど真ん中ですよ、ちょっとこ真ん中あたり、そこをイメージして、イメージする、あるいはそこを触るっていう、左が来ましたね、触り方、そこのイメージの仕方、それをだから覚えるんですよね。来ましたね。どこも触ってないですよ。どこも触ってないけど、自分でできるってことですね。今、消化部ですよね。もうこの目標の一番トップですけど、そこをタッチすると良くなったっていうのが、今まだ入ってますよね。で、そこをイメージしたり、タッチするっていうのが、なかなかこう難しいというんであれば、それを変えるわけですね。そこをタッチした時に起こる、脳の中で起こることと同じ現象っていうのは、どういうことを考えたらっていうことですけども、何か考えると思った時に、こういうのはすぐに考えることができる。子供のこととか。子供のこと。子供のこと。子供のことで、上の子。上の子が生まれた時。はい。ちょっと思い出して。今何も考えない。今何も考えないで、でこれでじゃあ歩いて、これで歩くんですからきついですよね。痛いですよ。じゃあ、じゃあこの状態で長男が生まれるとき、そこまでね。それで歩いて、それで歩いて、長男が生まれた時、顔の表情です。これだったらやりやすいですね。消化部を思い出すっていうのは、イメージするっていうのは難しいけど、子供ですよ。子供が、長男が生まれた時を考えれば、それだけで
同じものが脳から出るんだと、ホルモンが出るわけですか、考える、まあ、ホルモンの異常ですか、幸せホルモンですね、そうですよね、幸せホルモンが出るか、それでない逆のホルモンが出ることでこういうことが起こるんですよね。どうして次男はダメなんですか。どうして次男はダメなんですか。どうしてダメっていうのはないですよね。あ、より初めての子供だったからよりすごい、そういう理屈は考えないで、ダメというのはないんですよ。いいというのを酔ってるのであって、だこうネガティブな発想はないですよ。あくまでポジティブに捉えていきますから。だから人の役に立つことをしたい、求めることに対して答えられたい、やりがい、生きがい、人の手を、それもプロである、それを世界で